アナトモグラフィーは DBCLS が運営する人体解剖図の作成、表示サービス。インターネットを介して誰でも無料で利用できる。文部科学省委託研究開発事業として開発された。作成した図譜はクリエイティブコモンズ表示から継承マイナス2.1日本の派生ライセンスの下で利用可能であり、実際に ウィキペディアや日本国外の科学番組の差し絵などに利用されている。開発者らによると CC ライセンスでの提供は医学の情報、データ共有の促進を狙ったものであり、このような利用の広がりは期待通りの展開であるとしている。アナトモグラフィーとは解剖学を意味するアナトミーという言葉と画法といった意味を持つグラフィーという言葉から作った造語。 アナトモグラフィーは2004年に独立行政法人情報通信研究機構らによって公開された数値人体モデルデータベースタローを元に作成されている。タローは MRI の断面画像をつなぎ合わせた 2mm2mm2mm、mm mm、のボクセルからなる3次元人体地図で主要約50臓器のデータが含まれている。アナトモグラフィーはこの タロのデータを元に、サイトで表示されているような公開像度の 3D、ポリゴンデータを作り上げていく。作業は3段階に分けて行われている。第一フェーズは、タロのデータを単純に、各パーツに分割していく。第二フェーズは、タロのデータは、空間分解能が荒いこと、MRI で映らない臓器があること、直立姿勢では、 臓器位置が変化することなどに対応するため、解剖学のテキスト、模型、種子の統計データ等を参照しながら、細部の構造のモデリングや位置の微妙な補正などを手作業で言っていく。第3フェーズは、作り上げたデータを、解剖学的な観点から専門家にチェックしてもらい、正確性を上げる。2010年4月現在、核臓器について、 順次フェーズ1から2へと進められている状況で、サイトは発展段階にある。順番として内臓、骨、脳部分のデータ化が現状進んでおり、中でも心臓のモデリングは細かい部分まで進んでいる。皮膚や筋肉データはまだ扱われていない。各パーツについての作業の進捗状況は、サイトのページで確認できる。DBCLS 内開発チーム外部、 開発分担企業をできないことボディパーツ 3D ダウンロードしたポリゴンデータ使用ソフトブレンダーサイトで利用している人体のモデルデータはボディパーツ 3D という名前で無料で公開されている旧称はポリゴンマン2008年7月1日にボディパーツ 3D という名称に変わったライセンスに従えば 誰でもダウンロードして採用できる。ファイル形式は STL と VTK。アナトモグラフィーで作成した図に URL を通じてリンクすることができる。URL を取得するには図を作成した後画面左側のセーブタブからアナトモグラフィーエディタの URL または PNG 画像の URL を右クリックし URL をコピーする。 この機能を使うことで、メールやウェブサイトを通じて図符へのリンクを貼ることができる。リンク用 URL の形式は、以下のようになっている。h t t p l i f e s c i e n c e d b j p a g e d i t l o c a l j p t p a p 0 8 0 2 0 6 0 1 i f 0 9 0 0 4 5 0 6 0 0 6 0 fffff1777777006060%7cf5801 ffa500-020w%7cf71325 ff 7ふふふにゃの 77010s 各項は次のようになっているバーティカルバー以降は部品名、色、透明度、表示方法の指定が繰り返される カナダの科学番組、L.E. コードチェイシネエミッション482010年1月19日放送、三橋信隆、藤枝香織、今井潮、武藤勇、田村拓郎、川本翔子、高木敏久、大久保工作ボディパーツ 3D とアナトモグラフィー、医学での情報共有を、動機づける、素材日本人の数値人体モデル DB、太郎と、花子公開。 2004年11月10日 IT メディア2010年4月10日閲覧報道発表日本人平均成人男女の数値人体モデルデータベース公開のお知らせ平成16年11月10日独立行政法人情報通信研究機構2010年4月10日閲覧長岡 T 渡辺ス、桜井 K 国枝 E 渡辺ス、滝 M 山中 Y。 デベロップメントオブレアリスティックハイ、レゾリューションホール、ボディーボクセルモデルズオブジャパニーズアダルトメールズ、アンドフィメールズオブアベレージ。ハイトアンドウェイト、アンドアプリケーションオブモデルズズラジオ、フリークエンシーエレクトロマグネティック、フィールドーシンメトリー、サイズメッドバイオール、2004にアン749、1から15、プミド1497769。ありがとうございます。